ラスクマルとシュリ仲良く登場です。シュリーがラスクマルに寄っていきます。ラブラブなのかしら。ちょっとお尻を押し付けて、お尻をつつくの？牙が当たる。一旦解散ですか？アジアゾウは東南から南アジアに生息しており、メスと子供は群れで行動します。オスは主に単独で暮らします。寿命は人間並み、60から70歳まで生きることも多いです。出産はおよそ4年から8年ごとに1産1頭、一生に5、6回と哺乳類では少ない方です。野生の生息数は4万頭前後と推定されています。意外と多いじゃないと思われた方、そうではないです。あ、ラスクマルがシュリーにちょっかい出した。シュリーが詰め寄ってラスクマルがタジタジ。シュリー近寄る。シュリーがお鼻でラスクマルのお腹をごちょごちょしてますね。内緒話のようになりました。どんな話をしているのか興味津々です。前回長すぎじゃありませんか。終わったようですね。ラスクマルがやや強引にシュリーに近づきます。シュリーちょっと逃げ腰。あら、何でしょうこの光景。シュリーはもう一度やってって感じですが、あら、ラスクマル引いちゃった。シュリーは後ずさり。ラスクマルの牙でグサッって感じ。わっ、すごっ。実際は全然痛くないんでしょうけど、この辺の2頭の駆け引きよくわかりません。シュリーはチャレンジする。ラスクマルが避けて発。あら、解散ですか。ここからスロー再生にします。ラスクマルがブイブイシュリーを押してますが、違うのかな。あら、ここら辺の行動よくわかりませんね。
シュリーが突然半身になります。倒れそうです。背中から砂が落ちました。すごい量ですね。あたりが砂ぼこりになってます。さらにもう一度、象が体に砂をかけるのは、体についた虫を退治したり、直射日光から皮膚を守るためと言われています。必要性がなくなれば砂を落とすんでしょうね。中断した話がありましたよね。4万頭という野生の生息数。20世紀初頭には10万頭いたんですって。6割の減少、環境破壊、土地開発等が原因。今や絶滅危惧種、アジアゾウの保護が必要です。上野動物園では2020年10月31日、アルンが生まれました。東山動植物園では2022年6月26日、うららが生まれました。そして最新ニュース、大分県アフリカンサファリでは先月の3月13日にメスが誕生しました。ミーナちゃんです。アフリカンサファリで10年ぶり、九州では3例目だそうです。一般公開は来月5月下旬を予定しているとのこと。そしてさらに驚くニュースがあります。まもなくアジアゾウの子供が新たに誕生します。札幌市の丸山動物園です。アジアゾウが妊娠するのは道内初です。ちなみにゾウの出産っていうのはなかなかないんだそうです。妊娠期間が2年近くになるんですって。それはそれは大変なことですよね。こんなに大変な思いをして母ゾウは子供を産み育てるんですね。上野動物園のアルンが今年10月で3歳になりますが、お母さんとずっと一緒にいる光景は愛情たっぷり。お腹の中でも外でも親子の絆がありますね。画面は母ウタイとこのアルンです。やっぱり可愛いですよね。3月初旬の映像です。丸山動物園の母パールの無事な出産をお祈りいたします。早く見てみたい。このような話をしている間、ラスクマルとシュリーがもっと仲良くしてくれると嬉しいんだけど。早くこの二人にも子宝が授かることを強く願望します。ということで、今日はおしまいにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。